ということで、前回タイムゲイザーを開けたんですけど、まあ、動画時間がね大変長いことになってしまったので、スペースジャグラーの方は別動画として撮っております。タイムゲイザーの方もぜひ見てねってところで、こちらの10パックと、つぼみーくんごめんね、こちらの箱の方がありますので、先に10パックの方から、バラ10パックですねの方から開けていきましょう。さあ、タイムゲイザー10パック開け終わりましたので、早速中身を見ていきましょう。こちらはね、なんといってもユクシーさんが入っていらっしゃるパックで、あとはそうだね、パルキアのスペシャルレアが引きたいところですね。リングマさん、コータス、幕の下動画が終わってしまう。いや大丈夫、ユクシーまだ引いてない。あ、マギアナ可愛いですね。マギアナとっても可愛いです。私無機物好きなんで、とても可愛いと思います。やばー、やばい。10パックの方から出ちゃったよ、カイちゃん。出ちゃったよ、10パックの方から。ごめんね、これもね、スペースジャグラー余り物だから許してね。ね、仕事帰りにね買ってきたやつだから、ほら、余り物だから。もう最後の10パックあるかなと思って、ギリギリあった、よかったみたいな感じでね、スペースジャグラーもね、タイムゲイザーもやってたんですよ。だから許してね。残り物には福が、カラナクシ君、マーイカ、ビリリ玉、バツルングラス、レジアイス、ジャキー、かわいいですね、かわいいですね。非常にかわいい。はい、コロボーシ、トゲピー、メレッシー、オリジンパルキア V、かっこいいですね。よし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 。10パックで V 引けたらいいよ、ホロトックくん。チキ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 、プイーンってやつ。かわいいね。はい、翡翠ニューラ。きったーきったやったきったやったー、かわいいかわいい。おー、はい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 。あー、はい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 。かわいすぎる、めちゃめちゃかわいい。ありがとうございます、ありがとうございます。謎の化石、レジロック、ザザザリザ、はい、サイさん、じゃあユクシー置いとこう。はい、コダック、アグノムくん、いいですね。レドウムシ、お、バサキリ V、 そしてゴルダック。すごいな、10パックやんな、すごいな、どうしたんやろな。はい、カチコール、メレシー、フクスロー、ドータくん、かわいいですね。ドータくんな、冬だったらな、耐熱してほしいところはあるんやけどな。うん、お前だけ特性3つずるいんやで。はい、クレーベース、翡翠クレーベースの方ですね、岩タイプついてるやつ。ヒメグマ、カチコール、コロボーシ、キスボケ、白い悪魔だけど幸せ社員、まあ、カードはすごい可愛いから平和な顔はしてる。エネクジ、ギャロップ、あー、ユクシー2枚目きた、いいね、10パックでユクシーいっぱい出たよ、とっても嬉しい。で、コダック、トゲチック、ゴールダック、はい、モクロウくん、謎の化石、デロリンガ、イオルブ、大佐、はい、サッチムシ、ラブカス、イーブイ、ザクロさんで、グレイシアと。まあ、ということで10パック開けましたけど、もう動画が終わっていいレベルの引きをしてしまっている。してしまっている。カイちゃんやーべえ、カイちゃんかわいい。これもう本当にね、なんかもう運が良すぎて、私はとても幸せです。まあ、ユクシー様、強運って言ってるんでね。でもでもまだ終わらない。ちゃんとボックスの方もありますんでね。開けなくてもいいところはちょっとあるが、まあでもせっかくなんで、うん、開けていきましょう。スペシャルアート欲しいしね。ということで、ワンボックス開け終わりましたので、今度はこっちの方開けていきましょう。やっぱスペシャルアート聞きたいですよね、パルキアの。めちゃめちゃかっこいいんですよね。トゲピー、ギャロップ、ヒスイマルマイン、ダークライ、お、飛んじゃった。ダークライ、いいですね、かっこいい。で、カラマネロ。はい、ボニータ、ユクシー出ました、かわいい、ありがとうございます。で、モクロウ、お、ヒードラン VMAX、 ゴボボボボボボボ。一方その頃、ヒードランは地面を這い回っていた。
で、トゲチック。はい、サッチムシ、アダムくん、リングマ、トゲチック、よいしょ、クレです。で、ドーミラーくん、モクロー、フォータス、ヒスエイジュナイパーくんですね。初見の時ね、もう、めっちゃ悪化って思ったんですよね。なんかすごいことで、御三家って、大抵、青、緑、赤の法則を守ってるんですよ。ただしかし、このジュナイパーくんは、草タイプ御三家にもかかわらず、赤色を持ってくると、非常にチャレンジングな色合いをしていますね。で、マギアナくん、かわいいですね。はい、マーイカ、マルマイン、ヒスイニューラ、バズルングラスグレイシア。今回は比較的平和ですね。メレシー、ネッコアラくん、ヒスイリーダマ、グレイシア、シオシー。はい、ドリトロン、ウクスロー、カラナクシ、お、はい、じゃん、来ましたね。通常の方。で、ペロペロ。ユクシー、かわいい、素晴らしい。ユクシー置いとこう。で、ヒスイビリリダマ。で、ベローリンが、ザクロさん、レジアイス、ジャキー。さらに追いユクシー。かわいい。もうめっちゃ出るやん、ユクシー。最高。謎の化石、コダック、抜群グラス、コロトック。チキ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 、クイーン。さあ、嵐の前の静けさなのか。幕の下、カラナクシ、ヒメグマ、オリジン、パルキア、ブレインスター。いいですね。これメインだからね。あ、ザックットくんもいらっしゃい。ベジドラくん。初だね。V スターもちゃんとね、メイン枠引けて、私は嬉しい。ね、なんかもうやっぱパッケージのポケモンを引けるっていうのはいいですよね。うん。アグノムくん、レドウムシ、カチコオール。お、タイサイさんの SR ですね。タイサイさん。奥さんと結婚するのにね、あ、泥棒だなんて言われて、あの、商品下ろさないぜとか言われて、ちょっとかわいそうな人です。はい、ラブカスくん、イーブイくん、コロボーシ、マギアナくん、カリティアマ。で、トゲピー、よいしょ、メルシー、ヒスイニューラ、トゲキッス、ベロベト。はい、イーブイ、トゲピー、レドームシ、チキ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 、クイーン、チヨシン。さて、大祭さんで SR 枠は消費してしまったんでね、どうだろう。あ、でももう勝ってるからな。マクロ、ニューラ、ドーミラーくん、レジロック、大祭さん。はい、コダック、レドームシ、イーブイ、カラマネロ、クレです。で、マーイカ、よいしょ、ビリリダマ、リングマ、バサキリ、ブイ。まさかり担いだバサキリくんですね。と、ガチグマくん。うん。ね、バサキリくんはね、ハッサムとは分岐進化といった形だね。ストライプくんからバサキリになると。なんでね、リングマくんとはね、よいしょ、リングマ、ガチグマくんとはね、ちょっと違うんですよね。だから、そのリングマくんにね、奇跡が適用されるようになるってことなのかな、多分。うん。あの、SV に来たらだけど。だからな、どうなるんだろう。なんか、アクセルロックとかね、バサギリくん覚えそうだけどね、いかがでしょうかね。いや、先生技岩使い増えても面白いかもしれないですね。はい、コータス、マクノシカ、サッチムシ、あ、ジャキーかわいいですね。で、はい、はい。で、謎の化石、カチコール、サッチムシ、よいしょ、ドータくん、で、トゲチック。で、ヒメグマちゃん、ラブカス、よいしょ、トゲピー、トリネプス、ガツレンダス。はい、ヒスイマルマイン、コータス、ベロリンガ、ヒスイオーニューラくん。ヒスイニューラくんね、一緒にね、旅する時間がね、結構長いんですよね。うん。山登りするのはね、モーグリよりもオーニューラくんの方が多いんで、結構一緒にカゴの中にいたりするので、愛着湧いてきたポケモンですね。マギアナくん。トリトドン、コロボウシ、ネコアラ、お、オリジン、パルキア V。やっぱりね、パッケージのポケモンは、いやー、落ちちゃった。やっぱパッケージのね、ポケモンをね、引けるとね、いいですね。V もね、結構たくさん集まってきたからな。でもスペシャルアート欲しいな。いや、望みすぎかな。望みすぎやな。アグノムくん、ギャロップ、リングマ、ガチグマ、エテクジ、で、メレシー、マーイカ、で、ポニータ、お、言ってたら来ましたね、おっきいやつ。ヒスイオーニューラ V ですね。ね、ヒスイオーニューラくんはね、なんかニューラくんたちと、まあ、原種ニューラくんと違って、夜じゃなくて昼になんか進化するんですよね。格闘タイプって昼の方がいいんかな。なんかね、ルカリオくんとかも昼に進化っていう、一応時間制限がついてるんですよね。カリティアマ。はい。謎の化石、ベロリンが幕の下。あ、エムリット、そういえば来てなかった。ね。一応ユーマね、あの、エムリットがちょっと、キラキラ枠、今回もなってるんですよね。確か前くらいはちょっとユクシーがキラキラ枠で少なかったんですけど、今回はエムリットがキラキラ枠で、意識の帳っていう特性があるみたいですね。エムリットはね、なんか主人公の近くに住んでるんで、幼馴染ポジションなんで、結構ね、他のユーマに比べたら優遇されがちなんですよね。平等に優遇してほしいですね。はい、フクスロー、ボニータ、ラブカス、ゴルダック、ドーフ。で、ヒスイリリダマ、ボニータ、ベロリンガ、おー、ヒードラン、V。
ごぼ、ごぼぼぼぼぼぼ。ね。まあなんか、ヒードランくんってさ、まあクレセリアって、そう、ダークライト対なんですけど、なんだかんだヒードランくんとクレセリアくんって、なんか対みたいに出がちなイメージないですか？そんなことない。それはクレセドランに毒されてるから。ね、ヒードランくん、V。で、お、翡翠のヘビーボール。頭にぶつけるやつ。後頭部から。はい。メレシー、フクスロー、ヒメグマ、カラマンネロ、エネクジ。で、ラスト2パックですね。まあ、もうそんな V も出ないんじゃないかな。結構もう出たしね。多分もう違うんじゃないか。カチコール、コロボーシ、ギャロップ、ジャキー、ザックッと。最後に来てくれるね、ユクシー。素晴らしい。で、コダック、モクロウ、そして、イオルブくん。で、最後は、ザクロさん。ということでですね、この段的には、どうだろう。この段単体で見たときは、なんで、そうです。タイサイさんの SR と、まあ、オリジンパルキアのラインが揃ったのと、まあ、ヒードランが揃ったのと、まあ、ユクシーが3匹出たね。ユクシー3匹出たね。ユクシーが3匹出たっていうのと、まあ、カイちゃんのカードも一応出た。いうことですね。まあ、そんなこと言ったってさ、さっきの10パックでさ、カイちゃん引いてるしさ、まあ、ユクシーも2枚引いてるしさ、ね、オリジンパルキア V も引いてるし、アサギリ V も引いてるし。だからそうだな、ユクシーのそのカードを、うちはできるぐらい欲しいなって言ってたんで、まあ、ちょうどね、5枚はいい感じの角度で広げて、仰げるぐらいには手に入ったので、私、大変満足でございます。まあ、っていうか、こっちがすげえ満足だもん。まあ、これは本当に、やばいよね。10パックでカイちゃん抜けるか。そうか。本当にびっくりした。ね。あ、でも、タイサイさんもね、一応 SR 枠手に入ったんで、まあ、人の SR がいっぱいね、もらってね、とっても嬉しいって感じですね。パルキア君のね、スペシャルアートちょっと欲しかったけど、まあ、それは、望みすぎでしょう。ということで、ここまでのご視聴、誠にありがとうございました。感謝、感激、雨あられでございます。では次回、バイバイ。